金沢市から寺尾城市、寺尾中城市までの 3.5 キロの道中の途中ってことで、白山団地前だと思うんですけど、ここから続きで行きたいと思います。ちょっとした方がいいな。寺尾城址は観音山ファミリーパークの中だから、そこは違う外回りのところで来てしまった。まあでも自然言うことは自然言うほどですから、あるとすると。
めっちゃ大通りに出る。ほら信号あるし。城山団地入り口だからもう一回ちょっと確認しよう。今城山団地入り口にいるわけですから、そっからここで観音山ファミリーパーク入り口を入るか。ファミリーパーク入り口ってことだからここ行けんか。観音山ファミリーパークに入れってことだよ。
寺尾城址ってことになると観音山に入らず抜けていく道もあるけど、どっちがいいんだろう。森観を出すなら観音山ファミリーパークに入った方がいいんだろうけど、まあ山道っちゃ山道っすよね。朝日市最上いつ食べるか問題だな。あの家ファミリーパークに着いたら一旦止めて、で森の道からでいいね。いろんな人が観音山ファミリーパークっていう公園があるんですけど、ここはいろいろな人がいるから映しちゃうとね、いろいろがめんどくさかったりするからね。で、着いたらご飯食べて、まあ一応ここまで来てるってことだから、こう全体を見落とすと途中ぐらいまでは来てるのかな。いや途中ってどうでもないよ。5分の2というところかな。まあ一旦小休憩得て後半戦に英気を養うっていうのは大事だよね。マラソンと一緒だもんな。前半飛ばしすぎると大変だから。よし、じゃあそうします。観音山ファミリーパークまで頑張ろう。車で近い行ったことないけど、結構な上り坂で、あ、小道？あの辺はファミリーパークって書いてある。よし、山道だ。やり、ここだ。よしよしよしよよし、山道に入るとがぜん元気。なんなんかな、この よし、行くぞ。
久保、それだけは嫌だな。